シリコングラフィックス、シリコングラフィックス、略称、スキー、ナスダック、スキーは、業務用コンピュータの開発、製造、販売を行うアメリカの企業である。本拠地は、カリフォルニア州、マウンテンビューに置かれていたが、2009年に、サンノゼが、本社所在地となった。元々は、1982年にシリコングラフィックス、インク、として設立された。 コンピュータグラフィックスに特化した最先端の製品を開発し続け、コンピュータグラフィックス全般に絶大な影響を与えた企業である。同社の CG ワークステーションは1990年代までは世界最高の性能を堅持していた。特に大規模な商業映画における CG 制作でデファクトスタンダードとして扱われていたことは、現在も 世界中の IT 端末で使われている3次元コンピュータグラフィックス API の一つであるオパングルはもともと同社の CG ワークステーション向けに開発されたの仕様がオープン標準化されたのである。2000年代に入り画像処理分野にも安価で十分な性能を持つ X86 アーキテクチャが普及すると効果で対して性能面の優位性もない上に 互換性もない自社専用アーキテクチャの開発を停止した。X86 アーキテクチャへの転換により、画像処理分野における優位性が失われたため、科学技術計算用の大型計算機を中心としたビジネスに移行した。2009年4月1日、連邦倒産法第11章の適用を申請して、倒産。同日、 ラカブルシステムズ社による事業買収の合意が発表された。5月8日にラカブルシステムズ社による買収が完了。5月18日にラカブルシステムズ社は社名をシリコングラフィックスインターナショナルコースキーへと変更した。ナスダックのティッカーシンボルもラックからスキーに変更。2016年11月1日、ヒューレットパッカードエンタープライズによる買収が完了し、 公開会社としてのスキーは廃止された。買収金額は2億7500万ドルであった。日本法人に日本スキーがある。2001年に日本スキーが NEC の出資を受けてスキーより独立したが2011年に再度スキーの100%子会社となった。2016年にはハップの参加となった。スキーは実績のある 自社開発オペレーティングシステムのイリックスを継続的に開発しながらも Linux の発展にも協力してきた。サンバなどのプロジェクトを支援し、独自コード、XFS などをオープンソースとして提供している。一時期、Microsoft Windows を搭載したワークステーションを発売していたが、現在は従来からのイリックス、MIPS を搭載するマシンと Linux、 インテル製プロセッサを搭載するマシンの2つのラインあるに販売している。スキーには熱狂的な信者とも言うべきユーザーがいるものの多くの顧客は次第にもっと低価格なシステムに流れていきつつある。一時期、スキーが誤解者化していたエイリアシステムズの 3DCG ソトマヤは映画制作にも工業用デザインにも使われる高機能ソフトウェアである。特にナーブス。 曲線を採用したワイヤーフレームでは精細なモデリングが可能。現在は Windows でも Mac でも Linux でも動作するが、本来は o ニキスシリーズのマルチプロセサー及び高性能グラフィックスエンジンを利用したモデリング、シミュレーション、データ量のあるテクスチャ処理、またはレートレーシングの計算処理を行う目的に開発された。 スキーはクレイを買収した際に高速インターコネクト、技術、クレイリンクを獲得した。買収直前のクレイは、ベクトル推進派と超並列推進派と、スケーラブルノードを推進する派に分かれていたが、スキーとの合併後にスケーラブルノードを推進する派が中心となり、オリジンを開発した。このオリジンは、内部のトポロジーに、クレイリンクをベースとした、ハイパーキューブを構築し、 濃度数の増加に合わせ濃度間の帯域幅を広げ、濃度単位に分散するメモリを仮想的に共有する沼型の HPC 製品を製品化した。クレイリンクはその後名称を変え、現在でもニューマリンクとして使われている。オリジンの後期にはハイパーキューブの弱点であったレイテンシーの改善のため、濃度間のホップ数を減らす目的でトポロジーをファットツリー構造に変えた。 このトポロジーは最新のアルティックスにも採用しシングル OS で 1024CPU の稼働を実現する製品を開発した。現在のアルティックスは単なるコンピュータクラスターではなく非常に高い応イ、o、性能を持ち非常に大きなメモリ空間を実現しスケーラブルな計算能力を持つハイパフォーマンスコンピューティングを実現している。2004年10月スキーは NASA に納入したコロンビアシステムで世界最高性能を記録した。アルティックス3000をベースとして1240プロセッサで構成されており42.7トフラップスで地球シミュレーターを抜いた。しかしこの記録は即座に IBM のブルージーンに抜かれてしまった。スキーの収入の多くはハリウッドの特殊効果スタジオからのものではなく、 アメリカ政府、軍、エネルギー関連、科学技術計算分野などから得られている。これらは現在生産していないが、いくつかは再生品として販売している。複数の68キロと MIPS ベースの機種は CDC、タンデムコンピューターズ、プライムコンピューターやシーメンスニックス豆腐を含む他のベンダーからも供給された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。